はい、どうも、しこです。ジョンです。はい、です。今日の企画は男が告白を決意する瞬間といて、いいねこのテーマ。告白怖いよね。いや、怖いよ。いつになっても告白は怖い、うん、怖いよなあ、慣れないよなあ。相当だからこっちは勇気振り絞ってやってるってことを知ってほしいな、うん、そうだね。まあでもどんな瞬間にこう決め手になるのかってことか。うん、そうですね。それをじゃあ20個、はい、瞬間出していきましょう。よい、はい、ジョン。ほぼ書く。あー、まあそうですね、なんかいけるなを確信しない、はいはい、あ、確信しないといけないタイプですか。ビビリなんで私は 100% 無理です。僕 1% でも言ってました。学生時代は 1% でも言ってました。ここ分かんないよね、多分人によって。、うん、俺もう無理だね、ほぼ確じゃないと。俺もとりあえず告ってからこう挽回しようってするタイプ。強いね。強いな。普通はそうやわ。うん、確信をしないと。でその子の友達とかから好きらしいよって聞いて、うん、あ、そうそうそう、人づてに聞いたとかな、うん、そうそうそう、うん、ってなってようやく準備が始まる、うん、そこから、いろいろめっちゃリサーチしないといけない。そう、恋愛のマーケットインみたいなもん。そう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 、そうやな、絶対にプロダクトアウト。そう、俺はプロダクトアウトでいいものを出して広げようと。その発想は無理だな俺。はい、はい、なんか俺もうこうなんよ、好きがもう溢れ出たっていう。あかん、いやいや、あかん、あかん、好きって溢れ出た好きが好きって言葉になったっていう。あ、そうそうそう、勝手に出てるっていう。 J-POP だよ。でも伝えずにはいられないみたいな、はい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 、感じで行っちゃってたな、アホやから。うわ、けどいいなー、こくれるの。はい、はい、はい、大きな何かが一段落。あー、一区切りして、一区切り、仕事が成功したとか、まあ、なんていうんでしょうね、イベントが終わった、うまくいって終わった、テストが終わったとか。あ、そうですね。そうだったらもう次。なるほどね。どうしようか。やっぱ男ってさ、万能感を得るタイミングでさ、もう一個欲しがるのかもしれないじゃない。でも男って、うん、仕事がこう、イケてる時とかの方が欲しくなるらしいよ。あ、そうなんだ。落ち込んだ時とかじゃなくて、うん、むしろこう、今ノリノリやぞ俺みたいな時の方が、はい、今なら何でもできるみたいな。あ、それはあるかもしれない。彼女しかおかしい。あ、そうなんだ。そう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 。はい、はい、あの、プロポーズ大作戦見た時。このドラマはほんまに告白させるよ。うん、大学の時擦れるほど見たい。そう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 。やばいよな、友達と擦れるほど語り合った。もう、うん、明日やろうはバカ野郎やから、うん、俺らの人生にハレルヤチャンスはないからな。そうそうそう、もう後悔はできひんから、うん、ほんまに今行くしかないっていう。そうなのよね、気持ちにさせてくれんな、あのドラマは。僕一回も見たことないんです。マジ、うん、これ絶対見た方がいい。絶対見た方がいい、うん、みんな言いますよね、これは。めちゃめちゃ面白い。意味わからん。明日晴れるかなは聞いたことある。あれですね、桑田佳祐。そう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 、最高だ。最高のドラマよ、これは。いきます。これはミントね。これは絶対見た方がいい。あとグルリのこと。いや、それはわからんねん。絶対見ない。はい、はい、いや、もう奥手なんで僕は、うん、部屋でイチャこいてる時です。あー、な、彼女付き合う前に。いや、けど、うん、そんなみんなが思ってることじゃなくて、一緒にベッドで横になって映画見てる時とか。あ、てかそのシチュエーション来てるんや。行きます。そこまで。あー、多くてはもう告れないから。ほぼ格っていう状態。そう、ほぼ格の具体的は何っていうと、うん、もう一緒に映画見て、一緒に家で飯食ってるみたいな。ベッドか、もうベッド来てるんや。ベッドです。なるほどね。これぐらいまで行って大丈夫なのかなって。あー、探り探り、うん、はい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 、探りのことですね。探りのことです。探りのことですわ。拍手。はいはいはい。でも結局これかな、あの、ライバルが出現なあ。うん、いや、それはそうか。これは絶対強い。うん、うん、なんか男の影を感じる時ってことだよね、うん、そう。うん、今早く行かないと取られるっていうのが絶対借り立てるから、こっちを。うん、これですね。なんか噂とかでさ、学生の時とかさ、うん、あいつが狙ってるらしいよ。いや、そう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 。え、その時どうするの。もう、うん、無理よ。諦めろ。諦めない。うん、俺のことを好きにさせるように努力する。あー、でも焦るってこと。じゃあ気持ち的には焦る。あー、焦るか、ちょっと一個ギア上げらないみたいな。あー、告白まではいかんけど、いけない、もっとアプローチするってことか。うん、あー、ちょっと恥ずかしながらアプローチしてくる。バレないよ。
さっき告っとけばええと思うけどな、俺は。はい、はい、中高生あるあるですね、うん、文化祭、体育祭の熱冷めやらぬ中、はいはい、マジックね、マジックですよ、もう、うん、なるほど、これ告ったことある、これ、はい、ありましたね、おえ、うん、いいね、君たちはあったやろ、そういうの学生時代。男やねん、全員。全員男やねん、だから。ハチマキとか交換したでしょ。だ男やねん。なんでやろうとハチマキ交換せなあかんねん。第二ボタンは第二ボタン、ブレザーや。あー、ないよ、そもそもブレザー、男じゃなかった。そもそもそうなんだ。なるほどね。はい、はい、あの、もうしばらく会えない、うん、瞬間。あー、なるほど。なここでちょっと、うん、あの、早く契約結びたいみたいな、うん、そうアポイントメント、ちゃんと契約、他社に行く前にね、他社に行く前に、はいはいはい、もうしばらくちょっと期間空いちゃうんで、うん、ああなるほど、一旦つなぎ止めときたいみたいな、なるほどなるほど、社会人とかそもそも次いつ会えるかも怪しかったりするもんね、そうだから会える時に言っとかなあかんね、うん、なるほど、うん、はい、解除、いや、奥手男子ですから、うん、あの、全ての理屈を覆しますよ、うん、ことを済ませてから、もしくは前、あー、え、前って告るとかあるの？あるよ。え、とりあえず、あー、まあ前か、なんかだからその、あー、そんな純粋なやつじゃない、多分みんなが思うから、付き合ってくださいとかね、うん、付き合おうって、あー、で、やるみたいな、うん、あー、確かに、あるっちゃあるかも、もう大人になってきたらさ、結構先にやることあるじゃん、やっぱ、まあ、ある、全然ある、うんうん、これぐらいいって、だからまた開くなっつってるけど、うん、奥手には開いてもいいかも、なるほどね、うん、後にもうじゃあ付き合おうかになるんや、うん、そうそう、てかそもそも好きなのよ、好きだからやってる、ああそのパターンは全然あるからな、うん、そう、もちろん好きだからやってんだけど、うん、恥ずかしくて言えないっていう、うん、情けなさがあるから、うん、もうさすがに腹かからんなって人より遅いのよね、なるほどなるほどなるほど、そのパターンほんまにあるからな、うん、絶対付き合う前にやるなとは言われてるけど、普通に一般的な男に話しちゃうね、うん、そうよっぽどの奥手はもうグイグイのグイよ、ジシに押して押せと、うん、それで振り向くから、確かに、うん、はい、はい、ちょっとこれ文章ちょっと難しかったんですけど、数回デートしてからの次のデートの待ち合わせ前、2、3回デートしてその時何もなかったけど、うん、もう今日これ行くぞって、うん、今日この、うん、このデート終わったら後に俺は行くんだっていうのを多分決意する瞬間、内側で自分デートだよね、よし行こう、はいはいはい、あ、そうか、待ち合わせ前に決意する、そうです、あー、それめっちゃあるわ、3回目デートの朝とかだよね、そうです、今日行くぞっていうのは、あ、それはやっぱこれが多分一番多いかな、あ、だからそういうのってさ、聞きたいんだけど、決めるやん、今日来るぞと、そのデートちょっとさ、あんまうまくいかんかっても行くの、いや、俺は行くな、行くんや、決めてっから、決めたから、いやでもめっちゃ分かる、その気持ちは、うわ、どうなる、微妙やなみたいな、なるけど、だからちょっとよく分からんとこで告ってもう帰り際も我慢できんくてスカッと出るんだなるほどね、だからこそ、うん、例えば3回デートしてて、うん、あの女の子側が割といいありなんやったら、うん、匂わしてほしいな、もっと、ああいいんだよと、いけるん、いいんだよと、なるほどなるほど、そこをもっと匂わしてほしい、はいはいはい、うん、やっぱちょっといい感じの店とか予約するの、デートに、いや、まあそうやな、そうやな、あ、女の子側もなんかな、こう付き合ったらどうなるんだろうねぐらいの感じのこと、うん、言ってくれたらさ、うん、じゃあ付き合おうやみたいになるやん、なるほどなるほど、そこはちょっとやってほしい、ほんまに、なるほどね、背中を押してあげた方がいいんだ、そうはい、ちょっとジョンに近いかもしれんけど、あの、二人きりでイチャイチャしてるっていう、はいはいはい、はい、まあ、別にベッドまで行かなくても、うん、なんかなんやろな、そのいい感じの、まあ、場所でこう、体とかもちょっと寄せて、うん、もう全然拒否られないみたいな、ラブのホテルですか、じゃあカラオケとかカラオケとかあるし、はいはいはい、まあ外でもいいわ、はいはいはい、確かにカラオケとかのその距離感ってすげえ大事かも、ね、うん、これで大丈夫だと、なんか寄ったらこうされる時とか、あ、そう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 、ね、そこでイチャイチャして全然何も嫌がられてないみたいなやったら、はい、あ、じゃあ行っていいんですねっていう合図でもあるかも、でそれはやっぱ戦略的に行ってるんですよ、こう寄るみたいな、あ、行くな、あー、なるほどね、別にいかん、これ行く、あ、ちょっとボッとねえ、なんでボッとしてんのどんだけマイペースだよ、うん、うんってやりながら、うん、あの、なんか水曜日に韓国語のテストあったんですけどそれがあんま言ってなかったなーっての思い出しちゃって何思い出したんだよ大学生だよ、すまん
急に振られると思ってるから。いやだからいい感じ、最後くるって決めた時さ、はい、ちょっとなんか距離感とか確かめりゃ、こんな感じ。あー確かに、カイトは前にしたところ肩を当てて、そうそう、当てたり、離れないように何秒間、何秒間チェック、あ、まあ、やるんだやっぱ、うん、やるよな、やると思う。テストのこと考えんの。全然あれ、あんま言われへんかったなと思って。韓国語で告白ってどんな感じなの？好きです、サランヘヨ。あー、有名なやつか。あ、サランヘヨ、サランヘヨ。もうそうやな、僕逆にサランヘヨくらいなら言えるかもしれん。逆に？逆に。ああちょっとちょけて、ちょけてか、ちょけてか。ああ、あの、こちょけはできるかもしれない。確かに、ちっちゃくちっちゃくちょけて、あの、月が綺麗ですねとかな、うん、そう、ちょけて言うみたいな。そう、ちょけながらいけるかも。ジャブ言ってみたらいいんじゃん、そうやってサラヘヨとか言って、うん、相手の反応をちょっと見て、ああ、うん、サラヘヨって言われたら、うん、好きってなるかもしれない。はい、はい、ガイド。あの、これ僕は経験ないんですけど、うん、友達に煽られて、あー、はい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 、俺めっちゃあるよ、こういうの。これ僕は煽るって、煽る側なんですよね。はい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 、今言っとかないと、みたいな。どうすんのみたいな。で、キューピーでなったことある？キューピーでなったこと、いや、大体基本的に失敗してるな。かわいそうやな、そいつら。けどさ、失敗されても友達が一緒にいるとさ、うん、ありがたくない？そのまま酒飲んでさ、酔っ払って忘れられたりするじゃん。そう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 、うん、なんて、いい意味で言い訳できるというか、友達にこう言われたから俺は行くんだみたいな、うん、確かに自分の中で確かに、その言い訳いいね。女の子からしたら嫌やと思うけど、うん、でもほんまに好きでちゃんとこう、やっぱりその理由があるから、うんうん、だってそれ成功したらその言い訳絶対言わない。あ、そうそう、いや俺前から好きやって、うん、じゃそう振られたら言い訳の自分の友達保険ね。だいたい林修出てくるんですよ、いつ行くの、あ、今でしょ、今でしょ、はいはい、かけろみたいな。いや、あるな、そういうのは全然あるな。絶対林修さんが出てくる。はい、はい、これね、相手の気持ち確かめたい時にも、はい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 、ちょっと告る可能性はある。え、どういうこと、どういうこと、はいはいはい、なんか俺は好きですよと、うん、でも別にいけるかは正直わかりません、うん、だからこっちの気持ち伝えます、あなたどう思ってるんですかっていう。え、どうなるの相手は。いやだから好きやったら別にいけるし、うん、そのまだ無理やったら無理で、じゃあ次どうしようかって話、うん、かいやいやいや、そうだ。いやいや、だってすごいな。今の現状把握をして、はいはいはい、あ、無理なんですね、じゃあもうちょっと頑張りますっていう話で、俺それで50回ここってる。どうしたの今日。大量生産してるやん、告白の。そうそうそう、すごいな。ジャブっすよね。これ打つ、これこそジャブっすよ。ジャブジャブ打ちます、はい、これ打ちますよ。打つ時もありますよ。うん、すごいな。振られた後はどんな接し方するの。え、でも別に全然気まずくもならんな、大人やからもう。いなされの方が多くないですか。あー、なんか、うん、本気言ってるんですかみたいな。そうっすね。なんかいなし、いな、同い年でも、同い年でもでもいなされる感じだろ。ふってなんか避けられ、あー避けられたなと思って、でまた頑張るんですよね、そっから。そうそうそう、会話を。そうそうそう、押しまくったらワンチャンこう変える可能性あるやん。あ、まあ確かにそれは言われてるね。うん、俺はあれはちょっとよく分かってないけど、巷では騒がれてるね。いや、そうそうそう、うん、50はでも押しすぎですよ。50はまあでもめっちゃ長いからな今そのこと。すごいな。そう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 、だ全然大丈夫。マジ。だって好きって言われて嫌な人おらんくない。あ、まあ確かにそれは確かに言われるのは嫌じゃない。全然明らかに生理的に無理なやったらいかんよ俺も。うん、ある程度デートとかして普通に仲いいから、うん、こっち好きですよって言ったら別に嬉しいからさ。確かに確かに、そうそうそう、確かに言われるのは嬉しい、うんうん、だから全然別に傷ないよ。すごいな。いや傷はあるけど、まあ別に、うん、別に、うん、そう。今週真面目なのよ。いや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 。これも俺ボケ出てこんねん、俺マジやから。チンチンってこうかな。おっぱいチンチン祭りしようかな。まあ、さあ、今回も20個ほどね、出ましたかね。はいはいはい、はい、もう今、いろいろ思い出した俺も今までの告白を。すごいな。何回。え、もうガチ70回ぐらいじゃん。あの50があるからね、通算で言ったら。いや、ほんまに。カイトは僕、4、5回とかじゃないですかね。まあまあ、そんなもんやな。20歳やしな。あ、確かに確かに。あ、まあまあ、そんなもんやと思うけど。成功率どんなもんだ。基本的に100発100中。やかましいよ、お前。テスト勉強のこと考えんな。それは余裕やわ。まあまあまあ、でも男こういう時にやっぱ思うし、まあ、だからやっぱライバルな現れたりとか。確かにね、向こうはそう、うん、いいんやったらほんまにちょっといいですよ、濃くていいですよ顔出してほしい。出してほしい、ほんまにこれはすごく出してほしい。
絶対大丈夫だからって。そうそう、両手を広げてほしい。それはほんまに出してほしいな、うん、ということで、じゃあ参考にしてみてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。